赤姫路はインド洋と太平洋に固有の姫路化に属する海水魚である。ニューカレドニアの市場で売られていた赤姫路。赤姫路は最大で体長38センチメートルになる。背は赤みを帯びた大色で腹部は白色、ヒレは黄色である。体の側面には一本の黄色の島が入る。死亡後は和名の通り体色は赤色となる。 本種は夜間に甲殻類などを捕食する。昼には群れでンゴ礁の外縁部に浮いて静止していることが多い。本種は航海からハワイ、ドアモトゥ諸島、北は日本、南はオーストラリアのロードハウ島までインド太平洋に広く分布する。日本では和歌山県沖などの南日本や琉球列島で見られる。本種は水深一メートルから百十三メートルまでの サンゴ礁や、海藻の茂る岩礁でよく見られる。バルザリトゥーバ族とペヌラトゥーバ族の合わせて5種の、単ズナの寄生虫が、ニューカレドニア沖で捕獲された本種のエラから、発見されている。これらはすべて新種として報告され、現在のところ赤姫人以外からは見つかっていない。その他本種の蝶からは2世アズナの寄生虫、ホミラマトロンモレベイチが見つかっている。ありがとうございます。